ね、うん、お父さんが入社してさ、うんうん、お持ち帰ったので、あ、そうよ、うん、で、あの、年金もらえようと思ってね、うん、年金も全部してしまうから、思ってね。やっぱ病気しちゃったら、ね、あ、病気とかあるか。あ、でも介護が必要。うん、おいくつそのご主人。60。まだ60いくつで、うん、いかんね、困るね。うん。うっか、そら大変や。お金はいるし、ね。うん、わかるわかる。わかります、わかります。これがね、うん、生活の。わかります、わかります。そしたらですね、ご利用初めてですね。初めてです。ですね、この前も持ってきましたもん。この前？うん。初めてやないよ。初めてやってたの？うん？初めてです。ちょっと初めてやないって言いました。うん。あ、だいぶ前も。だいぶ前聞いた。ああ、なら大丈夫ですよ。ありますよ。あれでしょ、あの。なかったらもう、どうかなって。いやいや、あのね、一度でもお取引したらちゃんと記録が残ってますから、あの、はい、これ確認じゃねえんでいい。ちょっと待ってください。大丈夫ですよ。だからもうん、だいぶ前やったっけ。いやだけ、一度でも取引したらあるって。はいはい、ございます、ございます、大丈夫です。はい。じゃあね、これが売り渡しになりますので、はい。はい、5万円って書いていただきまして、ここから5。ここから、はい。はい。はい。あ、00。わかっ、はい。はい。ここ、ご住所、ご職業、名前、生年月日だ。あの、ここからいやいや、そうなんです。もう、手探りからで十分です。そうです。ご用意してきますね。ごめんね。いえいえ。今日は初日やね。7日。ごめんなさい。私もこっち、ここか。申し訳ない。違う。ん？今日は7、あの、8、あの、7日よ。7日よ。だってまだ土曜日やもん。明日だ。明日だね。お釈迦様のお誕生日。うん、で、自分の生日は花祭り。これ、うん、それ、十分でございます。あ、ここ。しょうがないですね。字が見えるとよ。ん？これでいいの、うん、はい。あと何個かでいい？はい。それで結構ですよ。はい。どうもありがとうございます。じゃあ、あの、もう、いらんけんってことで、はいはい、売り渡しでしましたよ。いいですか？いいですよ。わかりました。ごめんね。いえいえいえ。こんなの持ってきて。そのことは、うん。心配しちゃう。お客さんも、食いってくれ。そうね。それはなかなかやういかんですね。おむつ代やら病代はね、寝たきりですよ。そう。その、寝たきりにならんことするにはどうしたらいいと思うよね。もう、防水やら、品のご飯も。そう。そげになるまで前はどうして、そうです。いきなりはそげにならんや。がんに最初の。あの、前はよう働きよったけど、ね、うん、お酒を飲みすぎてね。うん、そげ、お酒ば飲ましたらいかんかったら、自分が持ってきて、今シャクですよ。みんながかるったけどね。わかるけどね。そして、がんになってる、ね。水道がんになってる。ね、ああ、うん、手術しましたと。はいはい。そしたらもうだんだん悪くなってね。うん、もう体はもう運動も停止。停止。でだけね。そこら辺がね、そこら辺が人生の分かれ道なんよね。私もさ、もう毎日ちょっとずつお父様とか。はいはいはい。あの、いかなくね。いや、わかる、わかりますよ。そう、酒が好きでね、あの、若い時にはね、飲んだんですよ。飲んでからもらう。でもね、
全然飲み禁止でんストレスが溜まる、それでも今度は改造の方が悪くなる人もおるしね、うん、飲んだら飲んだで飲みすぎた人はそげんだけ、やっぱあのお酒って上手に付き合わないかんですね。それとやっぱね、運動せない、あの要するによう歩く人とか、うんうん、やっぱね、そこら辺は違ってくるけんね。そうだよね、お酒を飲まんでよかったらね、うん、ああ、ほんと。で、酒をやったらね、パッと止まってね、気が止まって。で、それ、どれ、一日どれぐらい飲みましょうと、一日で、ね、もう朝からやった。朝からね、夜まで。こんな一生懸命飲むのも、いっぺんでなくて。で、まだ買いに行かされる。もう飲まんでいいって言うたと思う。でもさ、でも、あれね、奥さん偉いですね、そのほら、それでもちゃんとずっと連れ添ってから、疎遠してから。ねえ。もう、自分が全部ね、うん、入学校のお腹がある病院に入院したときもね、うん、入院した、手術したけんね、うん、ちょうど12月やったけんね、24時間おりましたよ。これ、うん、も私へのアップとこも、お父さんが入院するけど、どこ行ったらいい感じでね、困りましたと。でも自分もご飯を食べんじんに刺さって。でもね、奥さんの方の体も壊しにしないことしとかあるね。落としとくよ。よくないじゃないですか。それ、それ、問題解決の糸口はどこにあるとですかね、それね。ねえ、どげんもう、雨降りでもね、お父さんが。もうね、あっぱれ関係と思ってね、足が痛くてもさ、もう帰るな、帰るなって言ってさ、帰るのが8時ぐらいなんですよ。帰ったらもう自分はご飯食べる暇ないし、薬ご飯飲む暇ないとよ。で、早く帰らせてって言っても帰らせると。もう今もね、自分もね、こんな、月曜日から入社に関してね。もうお父さんのことでも、いろいろなってしまった。すいませんね。いやいや、なんかね、いい解決方法あればなと思うけど、なかなかね、うん。ありがとうございます。いや、だけ、やっぱね、もともと持って生まれつきはしょうがないなと思うけどね。大体の病気の大半が生活習慣病やもんね。うん。ね。もう、そこで、次はの息子がおるけど、夜は息子が仕事行くでしょ。うん、で、息子もお昼は寝とかみかんけ。あった。半分ってみかんけです、うん。で、朝方帰ってくるんですね。朝もみんな結婚しとるし、何もしてくれるけ。子供に何かしてもらおうっていう、そういうつもり。子供からも全然してよ。もうなんと思う。いやだけ。下の子が幼稚。ああ、そう。それが親孝行。うん。下の子が幼稚だ。他の兄ちゃんによって。他の兄ちゃんなんて。子供がおるってなって。下子供がおらん。で、よう頑張ってくれてね。自分も足らんときは、で、払ってくれてね。で、こんな、こっちが具合悪い。うん。具合が悪い。昨日病院行ったと、もう足が悪くてね。足。自転車こぐ、やっとやった。でも、月曜日の2時から寝る。もう、下の子がおるけどね、何でも自分で来るけん、入院していいよって。沖縄に嫁さんに来ると思うけど、2月帰ってきたばっかりなのに。生でお願いしておきますね。いや、うん、でもほんと、体が大事やけんね、うん、まずはね。うんそっからやもんね。うん、そうそう。ね、いや、別に私謝りしたことは何もないかって。また病気。早い頃病気やら私に寄ってくると思います
ね、私に病気が。病気がごめんね。どうこう。こんな仕事しようけんよかったやろ。こんな仕事じゃないよ。だって、じゃあ私やろ。朝10時から夜の8時までずーっとですよ。お正月の三が日以外休みなしですよ。わあ、頑張るな。病気やらなったことないですよ。わあ、びっくりする。なんでと思います？不安から。努力しようけんですよ。うん。絶対病気先生に考えると。うん、あのね、医者の世話には絶対ならんと思ってます。ああ。なことやね。だって、そうやってほら、結局ほら見て、医者に稼がせようとよ、そうやって。では、今帰ります。また来るね。お電話ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、どうもどうも。あ、あのですね、あの分がちょっと片目がよく出てこないんですよ。はい。それで、あれはおいくら、定価はいくらぐらいのものなんですかね。あ、そうですか。ちょっとですね、あの型番で出てこんけ、私が聞き間違った可能性があるなと思って、ちょっと、もう一回いいですか、型番。あ、そうですか。あのね、だいたい10分の1ぐらいにはなるんですけどね、定価のね。あ、お邪魔しました。ありがとう。1万円とかですね。うん、1万円とかですよ。はい。はい。よろしくお願いします。またね。はい、どうも。